伐採した木をハーベスターで処理する様子林業とは山林で経済的利用を目的として樹木を伐採し木材を生産する産業である。また林木を植林、育成、管理し林産物を生産する産業である。第一次産業の一つ。林業とは経済的利用を目的として樹木を伐採し林産物を生産する産業である。木材を生産するために 植林や干ばつ枝打ち、下草刈りなど、林木の育成、管理を行う。管理されていない、場所の紅葉樹の森林などでも、樹木を伐採し林産物を生産する。また広い意味で理解すると、その産業活動に付随して、森林の造成、保全、利用に関わる活動全般、森林の林産物生産育成をはじめとして、国土の保全、水源寛容、 生物多様性維持などの森林の持つ、公益的機能を保持する役割など、森林樹木の利用及び維持のための仕事などが広い、意味で林業と呼ばれることもある。木材等の林産物のほ焚薪、木、木炭、漆、竹、椎茸などの特用林産物の生産なども林業に含まれる。これらは林業産出額の約5割を占め農林化の収入源として、 大きな役割を果たしている。世界の林業センサスの定義によると、1ヘクタール以上を所有する世帯を林やと呼び、それ以外の林業経営体、林業事業体として、会社、社事、共同、各種団体、組合、財産区、観光共有、市区町村、地方公共団体の組合、都道府県、国及び特殊法人がある。林業事業体が、 必ずしも施業を行っているとは限らない。古くから人間は林産資源や動物資源を求めて森林を利用してきたが、継続的に管理し利用するようになったのは12世紀頃からであると考えられている。日本では古代から木造建築をはじめ日用品の隅々に至るまで木製品が使われており、必要な溶剤を確保するため林業は、 古くから行われていたと考えられているが、中世には自社造営などに際して木材伐採を命じた文書が存在し、東海期には確実に山林資源の管理が行われていたと考えられている。戦国期には戦国大名の大名両国の成立に伴い材木伐採や林産資源の採取、炭焼きや漆の採取、鉱山経営、飼料など山における 諸職人が領主権力に掌握され組織化し、戦国大名の本拠では館を中心に城下町が形成され、城郭の不振や寺社の造営など、この時期には木材需要が増加し、山の民は領主権力から養液権を保障され、領主の必要とする資源や技術を提供した。なお、材木伐採や製材に関わる職人の故障は、 山づくりなど地域によって様々なものがある。現在の鳥取県八頭郡地図町には、慶長年間に増林されたという杉の人工林が存在する。江戸時代に入ると、江戸幕府や藩によってお囃子が設定された。お囃子は明治維新後に新政府に引き継がれ、現在の国有林の原型となった。戦時中には、乱末により山林が荒廃し、 戦後は復旧造林が行われた。昭和30年代には、高度経済成長に伴い林業が進行され、燃料消費構造の変革により、利用価値の小さくなった新丹林や老齢化塾の天然林が、生産性の高い杉檜などの人工林に転換される拡大造林や、奥地林の開発が行われた。1五十六年には、 森林開発公団が発足し、1964年には林業生産の増大を定めた森林林業基本法が制定されている。また、チェーン層や周雲材機など高性能な林業機械、林地除草剤の普及による技術革新で伐採や収材地後しらえや下草刈りなどの省力化が図られ素材生産量は飛躍的に増大し、 有料樹を選別して育成する品種改良も行われた。1950年代には燃料消費の変化で木炭消費量が減少し原木から生炭を行う山村の過疎化を招いたが、一方で同じ原木から生産するキノコ栽培が普及した。外材の輸入はそれまで国産材の不足分を補うための位置づけであったが、 昭和40年代には石油に次ぐ輸入量となり、安い外材の増加による木材価格の低迷に加え、山村の過疎、高齢化、老賃の高騰などの影響を受け、日本の林業は打撃を受け衰退の一途をたどった。一方で昭和40年代には、都市環境の過密化や公害問題の発生から、森林の公益的機能への関心が高まり、環境保全運動が高まった。 昭和40年代後半には土地ブームでゴルフ場開発なども多発し自然保護団体の反対運動なども行われた。日本の林業は1980年代から1990年代にかけて非常に衰退し建築基準法の改定などに対応した品質の製材品を供給できないことから国産材は住宅メーカーに敬遠されるようになり日本の住宅の多くが 国王などの輸入材で建てられるようになった。山には拡大増林政策により植えられた大量の杉ヒの木が取り残され、杉花粉症の原因として林業がやり玉に上がった。林業で行われる森林の育成や管理は施業と呼ばれ、経営と森林に対する行為とが一体のものとして扱われる。これは森林に対する伐採や植栽などの行為を、いつ、どれだけ、 どのように行うかにより将来収穫される木材の量や質が決定されることに由来する。日本は一人当たりの森林蓄積量が世界平均の約9分の1である。日本の林業は国際競争の激化による木材価格の低下、そして時代に対応した製材品を供給するための投資を怠ったことから競争力を失い、 森林の手入れも十分ではなくなっているために森林の保全が叫ばれている。日本森林の荒廃は水源管用機能や表面侵食防止機能などの公益的機能を低下させ、その損害は周辺の住民全体が被ることになる。日本の木材自給率は33.2%と多国比では低い。主因は日本の木材生産の多くが急旬な斜面で、 行われていることによるコストの高さ、過疎化や産経といった理由による後継者不足により、日本の林業が不振であることによる。ただし、環境規制の強化や受給逼迫により、国際的な木材価格は高騰しており、日本の林業生産性は相対的には上昇しつつあると言える。すでに国産材の価格は高品質な北欧材、 北米材の価格を大きく下回っており、広汎用材に占める国産材の割合が急増している。平成28年度の森林林業白書によれば、1980年に146,321人いた林業従事者は、2015年には47,600人まで減少し続けている。ただ、2003年から始まった緑の雇用事業により、 新規就業者数が増加し、現在は3000人前後で推移している。林業事業体のうち1ヘクタール以上を所有する世帯を林家と呼ぶ。世帯数は約83万戸で、保有三輪面積の合計は約517万ヘクタールとなっている。5年ごとに行う2010年世界農林業センサスの調査に時に比べ世帯数は9%、 面積は1%減っている。林業経営体とは、事故または他人の保有する森林において、事業主自身、または直接雇用している、作業職員または他社への委託により増林、育成、生産等の林業生産活動を行っている、経営体で以下のいずれかに該当するものである。保有山林面積が3ヘクタール以上かつ、過去5年間に、 林業作業を行うか森林経営計画または森林施業計画を作成している委託を受けて育林を行っている委託や流木の購入により過去1年間に200立方メートル以上の素材生産を行っている林業経営体として大きく一世帯で事業を行う家族経営体と組織経営体に分けられる林業経営体の数は 約8.7万経営体、保有三林面積約437万ヘクタールである。このうち一世帯で事業を行う家族経営体の数は約7.8万経営体で林業経営体の9割を占めている。残りの1割を組織経営体である森林組合、民間事業体などが占めている。森林組合と民間事業体は 主に森林所有者等からの受託もしくは立ち着きがいによって増林や伐採等の作業を担っている。5年ごとに行う2010年世界農林業センサスの調査に時に比べ経営体は38%減、面積は16%減っている。農林化とは農林水産省農林家経営動向調査の基準によれば農林統計に用いる地域区分の 中間農業地域及び、山間農業地域に所在する販売農家、経営耕地面積 30R 以上、または農産物販売金額50万円以上の農家、以下同じ。及び、保有産林面積20ヘクタール以上の林やを言う。また、保有産林面積規模に応じて、農家、農家林家、非農家林家に区分される。定義は、以下の通りである。農家、 保有三輪面積20ヘクタール未満の販売農家農家林化、保有三輪面積20ヘクタール以上の販売農家、非農家林化、保有三輪面積20ヘクタール以上の非販売農家林産物とは、三輪で生産される生産物のこと。林産物のうち木材以外の林産物を特用林産物という。三輪で生産される主要樹種の種類特用林産物とは、 森林や原野から得られる産物のうち一般木材を除いたものの総称。昔は林野副産物や特殊林産物、樹芸などとも呼ばれていました。代表的特養林産物林野町中部森林管理局長の新島都也は以下の主張をしている。2017年7月時点では樹齢の分布が10例級を頂点とする釣りが形である。このままでは 林業技術が伝承できないばかりか、進歩も止まる。100年はかかるであろう。植え付けから伐採まで、毎年一定量の事業がある姿にしていくのが、望ましい。その際、三つの点が重要である。まず森林所有者の意識を変える必要がある。所有者の特定が困難な森林が多数存在すると、共に森林から儲けが出ないため、 森林を資産と考えない所有者も多い。例えば国有林が木が高く売れ再造林する価値があるという成功例を示すことなどにより森林所有者の意識を変えていく必要がある。第二に森林は木材という経済材であるとともに環境材でもあるという認識を持たなければならない。1945年の枕崎台風や1959年の 伊勢湾台風など水害で数千人の死者、行方不明者が出たのは森林が育っていない時期にあたる。処罰をして再造林されなければ拉致が増加し、同様な惨事を繰り返すことになる。それには都市住民に上流域の木をしっかり使うという意識を持ってもらうことが重要である。第三に林業が豪として成り立つには徹底したコスト縮減が必要ということだ。 従来は、伐採から植林まで3年かけていたが、最近は1年で完了する、伐採、増林一貫作業が広がってきた。さらに、木材産業と連携し、消費者までのサプライチェーンを築くべきである。国産材は、安い外国材に苦戦していると言われるが、2017年7月時点では、国産杉よりも競合する外国のホワイトウッドの方が高い。 主抜が増え、サプライチェーンが構築できれば、国産材の需要も高まり評価も上がる。要するに、山にお金が戻る仕組みを確立し、伐採から再造林への循環を作ることが求められる。一般社団法人日本森林学会が、日本林業種の検証目的で、2013年に林業遺産選定事業を開始した。ありがとうございます。